きチャンネル。ジョッ。こんにちは。さあ今日もございます。はい、ビックリマン選手、はい。パリーグ編です。はい、でもこの企画は、うん、佐々木チャンネルしかできないからね。なんでですか？ビックリマンっていうのを使ってもいいのはやっぱりビックリマン終身名誉 PR 大使である俺だからできる。これを他の人が使ったらもう、はい、うん、著作権侵害だから、ね、でも言い方変えればやれるんじゃないですか。同じような人どういう予想を上回る活躍をした選手は誰だ。長い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 ですかキャッチーじゃない全然もう一言で言い表さないと。そうですね、うん、まあ、簡単ですよ。ビックリマンってね、うんうんうん、はい、ビックリっていうね、うん、というところでね、はい、今日はパリーグ編です。はい、ね、じゃあパリーグまず優勝したオリックス、はい、はい、アベですね僕は、はい、大体ね、うん、まあ、こんな言い方したらあれだけども、うん、結構オールドルーキーで入ってくる選手って、うん、活躍したのって俺ほぼほぼ印象ないのよ、はい、みんな遅く入ってきて、うん、やらなきゃいけない時にやっぱりプロの壁は高かったみたいな、ね、うん、ところがある中でよ、守護神やってたからね、うん、まあ、日本シリーズね打たれたところもあるけども、はい、ね、30歳、うん、2年目よ2年目で30歳、うん、で今年44試合登板、はい、防御率 0.61、うん、ね、1勝0敗ホールド22、はい、でセーブ3、うん、完璧じゃん。素晴らしいですね、うん、下手したら来年ね守護神になるかもしんないけど、あ、今年ね、はい、守護神になるかもしんないけども、うん、やっぱこのオールドルーキーでここまで戦力としてバチッとはまる選手は、はい、過去そんなに見たことないから、うん、非常に素晴らしかったね、はい、家族も大喜び。そうですね、うん、プロ行ってよかったってありますよね、うんうんうん、私は宇田川投手、うんうんうん、同じ阿部投手と同じ2年目なんですけど、うんうんうん、防御率 0.81、うんうん、あと、痺れましたよね、あそこ日本シリーズかえ覚えてないんですかうろ覚えもうね、記憶が分かんなくなってくるけど、あのね、ノーアウト2、3塁からね、そう、登板で、最後中村をね、はい、あの振り遅れのストレートで三振取った、うん、はい、日本シリーズ のヤクルトが連勝してからの、うん、第4戦ね、はい、あそこを支えたのはあそことかあそこそれで待ってよ、分かるぐらいのね、あそこはやっぱりすごい活躍でしたようろ覚えそうでもあれだよ、はい、多分東京の解説者の中で、はい、宇田川を発見したのは、うん、多分俺が一番早い自負あるね、長崎で行われるフレッシュオールスターに行って、はい、うんうん、あの時に、はい、このフレッシュオールスター全体の中で一番目に留まってよかったのは、うん、宇田川と宮森って言ったんだよね、うん、あの動画そんな再生されてないけどなあ、ね、フレッシュオールスターの長崎のホテルでね、はい、撮って、うん、いや見てほしいぐらい。でその後もう今すぐにでも、うん、この育成じゃもったいないから今すぐにでも試合下にするべきやって言って、うん、でその後期限もあったから2人とも試合下になってな、宮森も無失点記録作って、はい、宇田川も日本シリーズで、うん、だからね、それはそのチームを主で見てる人たちは分かったかも分かんないけど、俺は東京では俺が一番早かった地区あるんでこの宇田川の活躍を、でも見る目ありますね。そうそうそう、だって言った2人が一気に活躍したんですか、ね、そうそうそう、いやそれぐらいもう、うん、その時森木とかも投げてたのね、はい、でもそれよりも俺は宇田川と宮森がめっちゃいいやんと思って、はい、でそしたらその後すごかったからやっぱりなと思ったけどもね、うん、あとはね、あの藤田君ね、阪神のキャッチャーも俺はいいと思ってるんだけど、はい、まだ出てきてないんだけどね、そういったところではやっぱ宇田川はすごかったね。そうですね、ジャパン入るんちゃう下手したらね、はい、うん、っていうぐらいのね、活躍でしたね、うん、そうそうそう、はい、で続いてソフトバンク、はい、ソフトバンクはもうね、俺は藤井投手だね。あ、私も一緒です、ね、はい、だってクビになってね、うん、独立リーグ行ってから入団してもう年俸5000万ぐらいやってたよな、確か。あ、契約更改で 900% アップぐらいのな、うん、だから500万から5000万か、だから4500万アップ、うん、ね、だって 1.12 よ、55試合 1.12、ね、5勝1敗、うん、えぐいよね。いや、よくこんなにその1軍の登板って、だって2000前が多分17年とか、うん、そのぐらい、前が2019年か、ね、19年か、うん、でこんなに相手いきなり戻ってきて55試合の 1.12 ってすごいですよね。広島でも2017年2試合、18年8試合、19年4試合しか投げてなくて、うん、で20、21が多分独立リーグ行ってたんだよね、はい、でソフトバンク来てこんなにもうカムバックショーだよね。その間に何があったんだっていうぐらい、うん、ねえ、まあ、ソフトバンクをだから支えましたよね、うん、そうだね、うん、そういった面でも非常に素晴らしかったね。26歳、はい、まだまだね、うん、伸びしろあるからね、はい、そういった面では2年ぶりに復帰してね、非常に素晴らしい、安定的ね、
でもソフトバンクもすごいですね。四国アイランドリーグの藤井浩也投手に目をつけてまた戻すっていう。だから多分4軍3軍とかが試合してんだよね、アイランドリーグと。だからそれで 見る機会も多いからっていうところのリサーチしやすかったっていうところはね、はい、まあ、他の球団も見らわなきゃいけないけどね、はい、あると思うよね。わ、なるほど、うん、はい、続いて西武、はい、4つ、おやっぱそのアンダースローで2桁勝って、最初も与坂投げたら勝つみたいな感じだったから、はい、このね、チーム防御率が最下位のチームから1位になるっていうところでは、うん、はい、この与座の頑張りね、うん、大きかったかなっていうね、うん、背番号44番20試合投げて10勝7敗ね、はい、防御率 2.88 は非常に安定的なピッチングだったしね、うん、強力、ソフトバンクである西武のね、はい、先発陣に支えたっていうね、与座3兄弟の中のね、はい、多分次男だからね。あ、次男なんですか。そう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 、へえ、長男パナソニックだから。あ、そうなんですね。で、三男も野球やってるんですか。そうそうそう、東北福祉で。おー、非常に大きかったかなっていうね。そうですね。はい、中村さんは、はい、私はもう水上投手です。うん、まあね、俺は新人を取るって信じてたからね。まあその活躍はもう、まあそれぐらいするやろうっていう。当たってるからね、俺新人を。いや、本当ですね。だって、うん、去年が29試合は投げてるんですけど、2.33、もちろん去年というか前年もいいですけど、うんうん、でも、ここまでやるとは思わなかったです。そう、育成出身でね、うん、育成5位ですよ、うん、こちらもね、うん、でも大きかったね。でも今年は平が前行くからね、はい、まだより重要なね、リリーフの、うん、あ、確かにところになるんじゃないのかなっていうね、うん、ところはあるけども、はい、ね、いや、素晴らしい活躍でしたね、うん、あとはもうね、打ってやるのみっていうね、うん、で続いて、はい、楽天、はい、楽天はね、西口ですね、うん、やっぱりあの安定的なピッチング、はい、もう一本立ちしてもいいんちゃうかって俺は思うけど ね、うん、ね、あの先発でってことですか。そう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 、うんうん、61試合投げて、はい、55回3分の2ね、うん、防御率 2.26、うん、4勝0敗、はい、先発でもいけんちゃうかっていうね、なんかそんな気はね、しますよね、うん、結構ね、ベテラン多いから ね、はい、そうですね、今年は、まあ、チームの戦略上どうなのか分かんないけど、うん、まあ、26歳ね、先発ワンチャンいいんちゃうかって俺は思うけどね。あれ、先発ってまだやったことないんだった。先発ゼロ回。ゼロ回か、うん、全部中ロングとかね、うん、ショートリリーフとかね、はい、そういう感じですよね、うんうん、で私も西口投手とあと宮森投手を、うんうんうん、選んでました。でもこの2人すごいのって、西口投手ドラ10なんですよ、うん、で宮森投手育成からっていうところで、うんうん、なんかこの回から這い上がってくる感じがすごいなっていう、頑張ってるよね、うん、まあ、逆に言えばね、上位で取った選手がダメだからスカウトに問題あるよねっていうね、ホークスと一緒の問題っていうね、これ難しい問題が大きいんだよね、下位、うん、から伸びてくれば上がダメなんでしょ、はい、それはスカウト問題あるねって言われるし、はい、上がしっかり活躍すればスカウトいいねってなるけども、うん、下から押し上げないからコーチどうなってんやみたいな、ね、あ、そうですね、うん、なかなか難しいね、全部できればいいんですよね。あ、まあ、でも本人たちよく頑張ったよね、はい、宮森投手もね、22試合だったかな、うんうん、初登板から無失点記録っていう、うん、非常に、ね、素晴らしい記録でした、うん、リリーフ陣ね、はい、熱くなってるんでね、うん、先発が頑張ればっていうところはあるよね、本当にそんな感じです、うん、じゃあ続いて、はい、ロッテ、はい、ロッテはもう高部だね、お、あ、2軍の帝王がその称号を返上して、うん、一軍でもしっかり活躍して、はい、まあ、盗塁をね、うん、取ったっていうところもあるし、打率も2割4、7分4厘はね、うん、まあまあ十分素晴らしい活躍だった、はい、148安打ね、うん、で盗塁が44、うん、まあいいんじゃない。そうですね、確かにここまで出てくると思わなかったですね。そうそう、高部荻野はね、本当によく頑張ったなと思うね、うん、はい、うん、私は佐々木朗希投手、ほう、もちろん佐藤さんはもっともっとできるっていつも、うん、まあ、完全試合だからね、はい、そうなんです。完全試合をあんな序盤にすると誰も思わないじゃないですか。やっぱりこの人ってビッグな投手なんだと思いましたし、うんうんうん、しかもあの若い松川君とのバッテリーで完全試合っていうあれはもうびっくり仰天でした、うんうん、でももうあれが2022年だからね、はい、もうちょっと忘れ去られるよね。だって4月ですからね、うん、どんどんね、早かったですね、うん、まあ、今年もね、うん、それにね、準ずる活躍をね、はい、1年間通してできればロッテの順位もね、うん、上がっていくんじゃないのかっていうね、来るじゃないか、はい、そうそう、うん、で、日本ハム、はい、日本ハムはね、勝ったことだね。おー、あの球数少なさの中ね、はい、まあ、2巡目、3巡には打たれるからショートリリーフでみたいなね、はい、存在だったのがよ、うん、なんと防御率は 2.01、うん、ね、球数は少ない、はい、ね、しっかり22試合登板して先発21試合完投3、うん、8勝7敗、まあ、10勝行きたかったけどね、はい、まあ、なかなかね、援護っていうところもあったと思うけども、被安打6、なんとフォアボール11個だからね、
147イニング投げて11個だから、はい、これ72年ぶりの新記録らしいのよ。そうなんですか。この少なさがね、うん、非常に素晴らしい活躍だったし、うん、マダックスってね、そうそうそう、話題になりましたよ ね拓大広陵からカズサマジックね、千葉県出身というところでね、はい、うん、千葉にはいっぱいさいるなっていうね、はい、ところではまあこの頑張りとね、うん、一気に飛躍っていうところはびっくりしたなっていうね。はい、私は松本剛選手です。首位打者だからね。首位打者、うん、だってその前は注目してましたか、首位打者を取ると思ってましたかっていう、全然ね、あれ思ってましたみたいな顔でそんなことない、言うよねと思って、でも本当そうじゃないですか、うん、頑張ったね、うん、なんか首位打者って言ったらこう吉田正尚選手とかそういうイメージがある中でずっと打率を落とさずに、うん、前年2021年が打率2割6分1厘でその前も2割0分3厘とかなんですよ、うん、そこからいきなり3割4分7厘、帝京魂だね、お、あ、帝京大学、いや帝京高校、あ、帝京高校かそか帝京高校でもいいわけですね、そう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 、いや帝京高校が帝京魂だから、魂ですね、大学が微妙に入るのかなっていうところ逆だから、そうです、高さんとか帝京魂は高校ですもんね、うんうんうん、でもすごかったね、はい、もういつこう打率を、まあ、いずれ落ちてくるのかなと思ったら落ちなかったですもんね、走攻守揃ったね、うん、選手だからすごかった、うん、俺は侍ジャパンに入れてあげてほしいなってね、はい、この結果をね、うん、しっかり評価してね、はい、思うけども、うん、非常にいい活躍だったね、素晴らしかったです、だからまだね、はい、この選手たちも、うん、もうこの選手たちはもう来年びっくりしないからね、そうですね、まあ、逆びっくりマンになっちゃうからね、1年だけだったなってなっちゃう、そうそうそう、ね、逆にみたいな、うん、もっと頑張れるかと思ったのに活躍して逆びっくりだよみたいな、ね、はい、それが明日からあります、うん、はい、逆びっくりマン、はい、褒めるのも褒めるけど、はい、ちゃんと批判もするから、うん、まあしなくてもいいんだけどね、はい、俺はしたいからね、はい、期待してたのに、うん、逆びっくりみたいなの、はい、また明日からもありますので、はい、ぜひご覧ください、はい。